はい、こんにちはレトスノオノです。1月3日の3問に入っていきます。A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾なしに A 所有の土地を持って弁済することができるマルかバツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 で、答えは、えー、×罰ですね。大仏弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。今回の問題は、債権者の承諾なしにと書いてあるので、これは誤りですね。債権者の承諾が必要です。で大仏弁済っていうのは、簡単に言うと、お金を貸したら、お金で返してもらうのが常識ですよね。でも、お金がないときに、不動産とか債権などの別のものがある場合、その別のもので弁済する。これが大仏弁済なんですよ。 漢字見ていただいたらわかるんですけども、代わりに物で弁済するってことですね。この場合、債権者の承諾が必要だということです。普通に考えてみれば、これ当たり前ですよね。あなたがお金を貸した場合に、債務者が勝手に不動産で返してきたと言っても、これ困りますよね。この具体例考えたら当然だってことは明らかですよね。 まあこれは理解学習の中でも解説の理解っていう部分なんですけれども、これも一つですよね。理解学習の一つです。まあ、もっと重要なのは問題文の理解なんですけれども、まあ、無料の動画なので、その問題文の理解まではちょっとお伝えはできないんですけれども、これも理解学習の一つなので、今後あなたがいろいろな問題にぶつかったときに、こういった解説を理解をすると。 いうことを心がけて、まあ、こういった解説はあまり載ってませんので、そういった場合はもう調べる。専門書だったりとか、えー、まあネットとかですね。で、調べるということをぜひ行っていきましょう。で個別書では、うこういったところを調べずに、私の方で解説させていただきますので、どん,どん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 効率よく勉強できるということです。理解学習ができれば、どんどん実力は上がります。理解学習ができる、この個別書を使えば、今年あなたも合格できるはずです。一緒に頑張っていきましょう。で、問い2ですね。 宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する売買依頼を受けた場合、A は B に対して国土交通大臣の定める標準売買契約約款によるものを使用しなければならない、丸かツかという問題です。これは誤りですね。国土交通大臣の定める標準売買契約約款、これは別に使わなくてもいいんですね。で、この標準売買契約約款っていうのは、 国土交通大臣が指定した売買契約書のひな形なんですよ。で、この約款っていうのは非常に細かい内容なんですね。言い換えると、法律で定められている記載事項ってありますよね。売買契約書の記載事項よりももっと細かい内容が書かれているんですよ。なので、まあこれを使った方がいいですよっていうふうに国土交通大臣はえ推奨はしているんですけれども、まあこれを使わなかったとしても違反にはならないということです。 つまり別にこれを使用する義務はないよっていうことですね。ただ、媒介契約書の記載事項の中に、その媒介契約がこの、えー、標準媒介契約約款に基づくものであるかないかっていうものは記載しなければいけないんですね。だから、この約款使わないっていうのであれば、約款に基づくものではないというふうに記載すればよいということです。では問いさんです。 宅地造成等に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、もしくは市街地となろうとする土地の区域、または集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される、ルかツかという問題です。で、答えは、これは正しい記述です。 これは、宅地造成等工事規制区域がどういった場所で指定されるかという内容なんですけれども、宅地造成等工事規制区域っていうのは、知事が指定するものだっていうことを、まず頭に入れておきましょう。で、それを踏まえた上で、宅地造成に伴い、災害が生ずる恐れの大きい市街地、もしくは市街地となろうとする土地の区域、または集落の区域が、 宅地造成等工事規制区域の対象となります。で、この宅地造成等の等なんですけども、これは宅地造成と特定盛土等と土石の体積。これら3つを指します。で、先ほどもお伝えをした通り、宅地造成等工事規制区域を指定するのは知事ですね。で、知事はこの宅地造成等工事規制区域を指定する際、関係市町村長の意見を聞かなければなりません。 この点も合わせて頭に入れておきましょう。そして弊社レトスは限られた時間で試験に臨む方が暗記に頼らない理解学習とワントゥワンの丁寧な勉強の進捗管理サポートで無理なく無駄なく悩むことなく宅券合格を勝ち取る個別指導を行っております。これまで1000名以上の方に個別指導を受講していただき4年連続7割超えの合格率を出した実績もございます。 もしあなたが忙しくて勉強時間が取れない暗記が苦手勉強が続かないもしこんなお悩みをお持ちであれば個別指導をご利用くださいこれらの悩みを解決して宅見合格に大きく近づいていただきます個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいもう年末となって来年は絶対合格しようそう思っている方も多いと思います年始から気持ち新たに勉強を開始するために この年末から個別指導をご利用いただければと思います。今からであれば、あなたに来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。